ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今回も新しくこの島に住みたいという人が来てくれたので QR コードを読み取っていきたいと思います。ってことで QR コードを読み取る。ほい、ニノさん。ドライ系第一印象自信家、特徴形式的、負けず嫌い、短気、ズバリ言い切る、成果にこだわる、バリバリ型、厳しいリーダーなタイプ、これだと思うことに全力で取り組む、理想と現実のギャップに悩むことも。なんか見た目とちょっとギャップがだいぶあるね。結構ふわふわ型とかそういう感じかと思ったよ。和み系とかね。違うんや、ドライ系バリバリ型かっこいいはい、それじゃあマンション見てこう。なんかめっちゃ呼び寄るけど、とりあえず今回新しく入ったニノさん、ほらもう部屋的にはめっちゃ女子力高くってね、なごみ系ふわふわ系ふわふわ型ですみたいな感じじゃない？ニノでございます。典型的なあれも肌だそうです。へえ、すごい。忘れたはずの恥ずかしい過去ってありますよね。なんかそういうのって意外とね、自分忘れとって周り覚えとったりとかするけん、より一層恥ずかしいよね。はい、トリュフでもどうぞ。いただきます。ほいほい。どうすか？シャキ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 動くね、なんか。すごく美味しかったようです。よかったよかった。めっちゃ満たされたね。やっぱすごく美味しかったけん。それじゃあちょっとめっちゃ呼んでたシュウヤさんのところ行くか。俺と遊びましょう。ほいほい、遊びましょう、遊びましょう。対戦絵合わせ。2枚のパネルをめくって絵を揃えましょう。揃った時はもう一度めくれます。たくさん揃えた人の勝ち。はい、スタート。先行と後攻。対戦ね。どちらがいいですか？じゃあ私が先行でいきましょう。アユナのそっくりさんの番です。はい。刹那です。やったー、一発嬉しい。アユナのそっくりさんのあやかです。たくさんです。あ、違った。そこはさすがに違った。これと、これかな？何それ焼きナス？違うか。アユナのそっくりさんの場全外です。お、当たり。よし、アユナのそっくりリゾットです。さっちゃんです。あ、違う。あ、さっちゃん出てしまった。あれ？どれだっけ？忘れてて忘れてて。これと。それも。あった。うん。パーフェクトでいけるかなとかちょっと思っとったのに。あー、やめてください。うん。もう揃えちゃうんじゃないのか、これは。これ。お？まさかの。しかもそれ自分が引いたやつよ。やったー、勝利。なぜそこで間違えるの？ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ一番大きいので。お宝だるまをもらいました。ありがとう。暇ですね。何か面白いことないですかね。暇なの？だからか。だから私にそんなに遊んで欲しかったのか。はい、それじゃあ、今日は、あ、友達マーククイーン、コルピックさんと。揉めないで、揉めないで、ほら、落ち着いて、なんかしゃもじがいっぱいあった。何個も出てきてた。どうした？コルピックと喧嘩しました。腹が立ちます。まあ、ほら、とりあえず落ち着こう。仲直りして。このイライラも沈めてください。必ず一組は喧嘩があるな。待って、なんか、好きなものは出てないのか。タコスでも。あ、でもこんなに食べれる？いただきます。食べれるのか。食べれるのか。デザートぐらいにしようかと思ったけど。あー、しかも美味しくなかった。マジで？じゃあちょっとコルピックさんの方行くね、私。コルピックさんの家はどこだったかな？もうちょい上の方？どのあたりや？あ、ここか。お呼び出しします。おかえりー。一応手挙げて挨拶はしてくれるんやね。今ちょっと不機嫌です。まあまあ、ほら落ち着こう。とりあえずカステラでも食べて落ち着いてよ。いただきます。きっと美味しいから。あ、でもカステラね、小さい頃よく食べよったけど、途中で飽きてたから食べんくなったよね。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。
さあ、ちゃんと仲直りできるのか。どうすかね。この間はごめんなさい。こちらこそごめんなさい。あ、よかった。よかった。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。よかったよかった。お礼にこれもあげます。なんでしょう。実用品使い捨てカメラをもらいました。ありがとう。みんなに嫌われても愛してくれる人が一人でもいればそれで満足です。いいね。ともちゃんのことやね。好き。うん、いいと思う。シンプル。めっちゃシンプルやったけど、いいと思う。さあ、それじゃあ、洋平さん、入ります。ぜ。ん？ぜ？お腹の中も見てください。何も食べてないじゃないか。ほら、空っぽ。まあ、だからといって、どうということはないんですけどね。だから食べさせろということだよね。お礼にこれもあげます。そうだよね。実用品お風呂セットをもらいました。ありがとう。それじゃあ、カツ丼。ほら、もうがっつり食べてがっつり。結構美味しかった。よかったよかった。あ、でも、好物もどこにも入ってこないのね。なるほど。あ、待って。今なんか話したげやったよね、他にも。なんかクイーンがやってきてるんだけど。落ち着いたから遊びに来たのか？こんにちは。こんにちは。俺たちがどれくらいの大きさなのか知ってますよね？多分手のひらサイズ。違う？違う？でもなんかミニニュースとか見よってもね、なんかサイズ感が統一されてないような感じがするんよね。なんか。なんか。どれぐらいのサイズなんだ結局。はい、リオさん入ります。あゆなのそっくりさんと遊びたいです。遊びましょう、遊びましょう。トントン相撲、フィギュアを使って相撲をしましょう。空いてるフィギュアを倒すか、土俵の外に出すと勝ちです。はい、スタートー。はっきょい。残った。こたら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 こた。けけ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 け。行司さんの方が先に倒れた。イエイ。最近たまに負けるけんね。おめでとうございます。気抜いてられんわ。一つだけあげます。どれか選んでください。一番小さいので。お宝、その辺の石ころをもらいました。嬉しくない。クリスタルがよかったな。クリスタル？水晶？クリスタルか。僕のそっくりさんのことが気になったりします。きっと元気に過ごしていることだよ。大丈夫。コロッケでもどうぞ。いただきます。ほいほい。どうすか。コロッケだけでそんなに満たされた。マジでご飯いらん。はい、レベルアップ。私ライスコロッケとか結構好きなんやけど、美味しくない？ご飯とコロッケね、同時に食べられる。道具、猫レンタル券をプレゼントしました。可愛がってあげて。野に放つことになるけど。めちゃなんか普通に野良猫やね。はい、それじゃあ、さん、入ります。遊びましょう。遊びましょう、遊びましょう。対戦合わせ、またや。よかった、一人じゃない。知らないですか。はい、先行でいきます。あずなのそっくりさんの番です。よし、頑張ろう。奇襲です。焼き栗です。今回は最初から揃うことはなかった。これ、あゆなのそっくりさんの番です。奇襲です。あ、横か。なるほど。あゆなのそっくりさんのバレリチリです。FC さっき出たよね。こっち。あたり。うう。アユナのそっくりさんの番です。焼き栗です。お、当たり。これはパーフェクトを狙えるのでは。ああ、違う。これはチャンスだと。やった。マジかー。当たってしまいました。え？これと、
困ったぞ。そんなこと言いながら開けるんやろ。ほら、あれってことはアイコですか。やった、ほらアイコや。引き分けなかなかいい勝負でしたね。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ中くらいで。お宝カーネーションをもらいました。ありがとう。この中では一番嬉しい。かわいいし。カバンは体に良くないですの。そう、なんかそういうのね、こういうのは良くない、こういうのは良くないみたいなのあるけど、でも我慢してストレスをためるよりは何だっていいんよ。いいんよ。はい、ゆりさん入ります。一緒に遊びませんか。遊びましょう、遊びましょう。みんなめっちゃ遊びたがるね。食べ物お宝モザイククイズ。モザイクがかかってるアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。はい、スタート。モザイククイズ第1問。第1問。これは何でしょう。ソフトクリーム、わかりやすい。選択肢を見なくても。ソフトクリームでした。モザイククイズ第2問。第2問。これは何でしょう。納豆。答えは納豆でした。イエーイ。私なんていうん、卵のタレをかける納豆が好きなんや。なんていう名前か忘れたけど。これは何でしょう。ドリアン。答えはドリアンでした。イエーイ。あれってチクチクするんかな、それとも普通に柔らかいんかな。おめでとうございます。触った感じも気になる。一つだけあげます。どれか選んでください。中くらいで。お宝真珠をもらいました。やったー。またしても普通にいいやつ。淡々と喋るのでしょうか。どうなんやろ、喋ったことないけんね。文章だけやけんわからないけれど、いい子だと思う。非常に。ちょ、一軒家の方を見に行ってみよう。ん？一軒家にも友達マークが。チャーリーさんとアキちゃん。アキちゃんのお呼び出しやね。喧嘩？マジで？誰と喧嘩したの？マナリと喧嘩しました。マナリさん。ことはもう一個のあの友達マークはマナリさんってことかな。じゃあ、この間まあ仲直りをしてくださいよ。チラシ寿司でご機嫌になる。なんかつい最近もチラシ寿司でご機嫌ならんかった、ちょっと。どういうことやねん。はい、どうぞ。いただきます。おいおい。はい、踊る。はい、踊る。いいね、超ご機嫌やね。大好物だったようです。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい、ちゃんと仲直りしてね。扉が開く時の音がすごく好き。閉まる時もやけど。この間はごめんなさい。どうだ。許しません。マジで？マジで？許してあげてよ。やっぱちょっと浮かれた気分で謝りに行ったのがバレてしまったんかな。ダメでした。まあそういうこともあるよ。しょうがない。まあきっとまた仲直りできるけん。全然落ち込んでないやろ、絶対。めっちゃ冷静に本読みよるもん。はい、それじゃあみんなに募金を募ります。さあみんなじゃんじゃん入れてって。お一番にマナリさん。バシバシ入れてって。今日は 26,500 円集まりました。ありがとう。はい、そして。あ、今日はあれやね。朝一とか。ない感じやね。じゃあ、ミーニュース見ていこうか。3時になりました。ミーニュースをお伝えします。お願いします。アユナ島の近海に沈む沈没船、
ミオン未成坊から招き猫が引き上げられました。招き猫、沈没船から。今回発見されたのは17世紀に製造された招き猫です。完成を担当した招き猫の専門家直木氏によると、こういうのってさ、実際に何にでも専門家おるけど、普段何しようんやろうなっていつも思う。なんとかなんとかの専門家、絶対普段それでご飯食べていけてないやろみたいな専門家の人おるやん。大興奮です。やっぱこう大まかにいろんなことを研究しうる中でもそれを、はい、みたいな感じなんかな。よくわからない。ありがとう。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、なんでこんなに毎回喧嘩が多いんだろうか。もう不思議すぎるわ。みんなカッカカッカしすぎやろ。